届けファンファーム最終回スペシャル前編、国産を選ぼうコンクール結果発表、全能プレゼンツ届けファンファームシーズン4。今日はなんと届けファンファーム最終回スペシャル、うわー、とっての会場最終回なんだってね。今回は先日視聴者の皆さんが参加してくれた国産を選ぼうコンクールの結果発表を行います。シーズン4ではワークショップを通じて食料安全保障という大きなテーマについて考えてきました。その総括となる企画として、みんなが考える国産を選ぶ意義をテーマに川柳をコンクールとして開催しております。で、例えばちょっと例題をこちらです、これ番組側の例題ですね。はい、読んでみます。新米だテンション、あ、上がるテンション、自給率。まさか五七五で間違えた。最初の字数で。読めも素晴らしい、素晴らしい。本当に恥ずかしいですから。編集してもらえるようにもう一回読んでみますね。新米だ、上がるテンション、自給率ってことなんですけど、我々もちょっと考えてるんですよね。はい、こんな感じですね。はい、工夫して、距離を置きたい輸送距離。おお、ありがとうございます。私も分かりました。こんな感じで鉄板の和牛ステーキ誕生。うわー、すごい絵が浮かびますね。こんな感じで皆さんにも考えていただく、そういうことなんですよ。さすが来ましたよ。そういうことなんですよ。いい審査員揃ってますね。素晴らしい。国産を選ぼうコンクール
言葉のように聞こえるというのがあのすごくナチュラルで、しかもこの「えこれ国産最高か」って何か二度見して言ってる感じがすごい本当の感情っていう感じがして素敵だなと思ったので選ばせていただきました。最高か。はい、それでは私が選んだ川柳はこちらです。じゃじゃん。国産は採れたて新鮮デリシャスだ、ショートさんです。いやこれさっきのアンセプトで言ってたんですけど、私たちうまいものファンクラブっていうめちゃめちゃ素敵な曲があるじゃないですか、うん、私あれができてからちょっとデリシャスっていう文字目がなくてですねちょっといろんな川柳が本当にたくさんあってめちゃめちゃ迷ったんですけれども、ちょっとこれが一番目に入ってしまったのでこちらの方を選ばせていただきます。なんかね、選んでるのもメンバーの個性が出てるね、なんかね、その理由も聞けるのでちょっと面白いですね、はい、じゃあまずはこの受賞された4名の方に賞状を授与してください。はい、はい、賞状的場かりん賞、あむあむあんこ殿、大和青賞、ゲモゲモ殿、岡田あやめ賞、東野殿、熊本まりな賞、翔太殿、あなたは全能プレゼンツ届けファンファーム国産を選ぼうコンクールにおきまして素晴らしい川柳を創作し国産を選びたくなる気持ちにさせてくれました。よってここに賞します。全能プレゼンツ届けファンファーム、虹のクンキサドール、的場かりん、大和青、岡田あやめ、熊本まりな、おめでとうございます。続いての4名の発表をお願いします。はい、私選んだのはこちら、あっちゃんさんの旬を食べ未来をつなぐ自給率。はい、ということで私結構自炊とかよくするんですけど、やっぱスーパーと国産の旬のお野菜とかがやっぱ出てるじゃないですか。それでやっぱ料理するとめっちゃ季節と感じられて最高なんですよ。だからやっぱ旬ってうまいよねということでこちらを選びました。はい、私が選んだのはこちら、中野さんの実るほど幸せ増える国産品です。これは国産品を食べて幸せな気持ちになって本能があったかいみたいな感じを運から感じたので私は食べました。素晴らしい。はい、清水理子が選んだのはくまぴさんの指が立ち、米が炊けたとファンファーレ。おー、いいね。やっぱりお米おいしいものを食べると頑張ろうって思えるので、米が炊けた音をファンファーレに例えているのがめちゃくちゃ素敵だなと思ったので選ばせていただきました。あかりが選んだのはこちら、高橋さんの国産を押し増ししちゃってごめんなさい。かわいい。押し増しってアイドル的にはちょっとへみたいなところがあると思うんですけど、まあ、国産だったら皆さんね、おしましガン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 してくださいということでこちら選ばせていただきました。少女キリノミュー賞、あっちゃん殿、ヒルタアイリ賞、七尾殿、清水理子賞、くまぴ殿、中村あかり賞、たかし殿、あなたは全能プレゼンツ届けファンファーム国産を選ぼうコンクールにおきまして素晴らしい川柳を創作し国産を選びたくなる気持ちにさせてくれました。よってここに賞します。全能プレゼンツ届けファンファーム、虹のコンキスタドール、キリノミユ、ヒルタアイリ、清水理子、中村あかり、おめでとうございます。それでは続いての受賞者の発表をお願いします。はい、私栗原真由が選んだのはリカオールさんの産地から四季折々のおもてなしです。日本全国に各各都道府県に各県にめちゃめちゃ美味しいものたくさんあって、自分が遠征行くたびにそれぞれの地方で全然違う美味しいものをたくさん食べさせていただいたので、これを選びました。はい、小林ゆりかが選んだのはこちら、関五郎さんの食べてみて故郷が増える地域飯。すごい。
った味と思い出がリンクして、こうまた行きたいなとか、また食べたいなって思うこともありましたし、逆に私の地元のものをファームの方とかが食べてくれて縁を感じてくれたりとか、すごく嬉しかったので、それをすごく素敵な整理で表してくれていたので、こちら選びました。はい、私がなじなが選んだのはあけさんの四季がある旬を食べよう日本のビールだった理由なんですけど、旬の食べ物がめっちゃ大好きで、その旬の食べ物を楽しみにできるのってやっぱり日本、その四季がある日本だからこそだなと思ったので、この川柳を選びました。私、石浜めいが選んだ川柳はこちら、わっしゃいさんの食べたくない生まれた国の美味しいね。それを選んだ理由は、もうたくさんある川柳の中からこれを見たときに、もう本当にその美味しいねっていうワードが、大切な人と一緒に温かいたくさんのご飯を食べたりしている様子がすごい脳裏に浮かんできて、すごく幸せな気持ちになったので、素敵な川柳だなと思って選ばせていただきました。そして本日お休みの鶴見萌さんが選んだ川柳がこちら、アルテア24さん、ありがとうございます。うん、まいね、箸が止まらず込めてる。萌ちゃん、青ちゃん選んでない。萌先輩お米大好きだから、いっぱい米要素があるのを選んだから。最後にふさわしい。いいね、栗原真由賞、ユタウォーズ殿、小林由衣子賞、関五郎殿、神田樹奈賞、明殿、石浜名賞、ワッショイ殿、鶴見萌衣賞、アルテア24殿。あなたは全能プレゼンツ届けマンファーム国産を選ぼうコンクールにおきまして、素晴らしい川柳を創作し、国産を選びたくなる気持ちにさせてくれました。よってここに賞します。全能プレゼンツ届けマンファーム、虹のコンキスタドール、栗原真由、小林由衣子、神田樹乃、石浜芽衣、鶴見萌え、せーの、おめでとうございます。さあ、入賞者の発表が終わりましたけど、実は皆さんにも川柳を投稿してもらってるんですね。はい、しました。はい、で、我々はですね、独断と偏見で、名前を伏せられた状態で、作品だけを見て、誰の作品か分からずに選んだので、それでは京太さんが選んだ川柳は誰の作品なのか、はい、人生をお米なしでは語れない、あおちゃんです。覚えてた。人生語るときに本当にお米よぎるかなと思って、それぐらいお米すごい好きなんだなっていうのがこう溢れ出てるというか、ちょっとなんかこう おばかな感じも含めて、いいなと思いました。はい、なんかチャーミングなところがすごい出て、おかわりしそうだなっていうのが出ました。私のお説書はですね、こちらですね、美味しさは意外と近くに地産地消、こちら的場さんの、いいよ。これなんでかっていうと、僕は台本書くことが多いんで、国産を選ぼうをテーマにというか理由にっていうことで言うと、これだけがね、結構その、なんだろう、理由じゃなくて、こう国産を読んでる川柳が多いので、これ国産を選ぶ理由をちゃんと川柳にしちゃったんですね。だからこれに私はしました。はい、あ、すごい作家目線のね。そうですね、はい、を選びました。嬉しいっすね、これ千恵先生、これはどういったお気持ちで、先生、いいですか。え、でも本当にツアーでいろんなところ行かせていただいたりとか、この届けファンファンの中でもいろんなこう土地に行って、たくさんのその土地のものを食べた時に、あ、意外と近くに、もう日本版なんですけど、意外と近くにこんなに美味しいものってここにあったんだっていう気づきがすごく多かったので、地産地消って言葉を使いたいなと思って、私が今まで学んできたことを詰めました。なるほど、すごい、どっちもしっかりしてた。どっちもしっかりしてたね。ちなみにあれですね、お説賞、京太賞、これは商品はないということで、ないよ。めっちゃ笑ったと思った。そうですね、すみません、お説と京太賞をもらったという名誉だけか。一応歌えてますね。せーの、おめでとうございます。
届けファンファン最終回スペシャル、前編は国産を選ぼうコンクールの結果発表を行いましたが、皆さんいかがでしたか。あ、かわいいか。手挙げてくれたからね。もうキラボーがいいか。かわいいかです。今回いろんな川柳読んだり、自分でも考えたりして、こう今までの学んだことがこう詰まってるのもあれば、お米大好きみたいな、おいしいみたいな、この自分たちの日頃の思いとかが詰まってたり、いろんなものを見て、そういうのをあのみんなそれぞれ感じながら、みんなですごいご飯好きなんだなってあの改めて川柳からあの見れたので、それがとても嬉しかったです。レレちゃんとか、お疲れ様でした。大宴会、4年間を振り返りながら打ち上げしちゃいます。